神奈川県東部を中心にハイヤータクシーを運行する事業者である。通称は都市交通。大正期に創業し、現存する日本のタクシー会社の中で最も歴史が長い。かつては東急グループに属しており、現在に至るまで東急と密接な関係を持つ。東急ポイント加盟店。本社は横浜市西区高島町。 神奈川県地場の配達士に背負う手であり、神奈川県下と東京都上南地区において、参加のタクシー事業者と都市交通グループを形成する。東急電園都市千円線各駅の多くで、校内営業権を独占しており、東急グループと密接な関わりを持っている。ハイヤー事業を主力とするが、タクシー事業では、大手企業、観光庁とのチケット契約や、 東京4社、名鉄交通、千葉港内タクシー、舞浜リゾートキャブ、京成タクシー各社など他地域のタクシー事業者とのタクシーチケットの相互利用が特色である。また、保守的な経営スタイルから2006年4月時点で無借金経営であるとされているが、近年の乗務員数の減少、同業他社の増車、乗客数の低下や燃料費の高騰など、 配達事業を取り巻く環境は厳しくなる中、同社は新本社ビルを建設するなど、積極的な営業方針へと転換しつつある。タクシー事業者で乗務員の制帽を採用している。会社は少ないが、神奈川都市交通では、制服だけではなく、制帽を制定し、さらに制帽には白い布カバーをつける。乗務員は制服、白カバー付きの制帽を、 白手袋を着用することが定められている。東京急行電鉄の初代車掌。神奈川都市交通グループではこれに似た車掌を採用している。東急との資本関係は1947年に解消したが、以降も東急グループに近い存在となっている。後藤昇ぼるは没するまで都市交通の取締役を務めていた。また、 買収した高砂交通を除き、神奈川都市交通グループ各社の車掌はかつて、東京急行電鉄が用いていたものに類似する。具体的には、翼の生えたレールの部分が、神奈川都市交通は、T、都南交通が T と N を重ねたもの、玉電園タクシーは並べた、TDT の両端の T が翼、明星タクシーは縦に並べた、秋を、 箱根観光自動車は台形に H となっている。円の形状も各社で異なる。なお、同じ等級を母体に持ち、同様に戦時統合で成立したタクシー事業者の日本交通とは、資本、人事面で全く関連がない。都市交通前社長の伊藤義道は、同社入社以前に日本交通ではなく、 大和自動車交通に入社して修行を積んでいた。日光や大和を含めた東京4社営業委員会との間にタクシーチケットの提携はあるが、飛行グループとは東京城南地区や京浜地区、箱根地区で競合関係にある。タクシーの営業区域。ありがとうございます。